青い森でチャッチャッ。おはようございます。小笠原秀樹です。青い森でチャッチャ。青い森は青森、そしてチャッチャはチャンスチャレンジの意味です。青森とチャンスチャレンジをテーマにトークを展開する地方創生プログラム、創生の声は声ということでお届けしてまいります。2024年最初の放送となります。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年、初めにお客様お迎えしました。ピッツェリアピエのオーナーの比嘉大樹さんでございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日はですね、お店にマイクを持ち込みましてですね、直接お話をお伺いしようということでございます。はい、お越しいただきありがとうございます。いやいや、こちら、はい、この場所駅の近くですね、弘前の。あ、はい、そうですね、駅の近くのアートホテルさんの向かいの、道で開店しておりますので、はいはい。場所とか情報は我々の番組ページのところにリンクを貼らせていただきますので、後ほどね、あの PR の時間も差し上げますので、はい、よろしくお願いします。はい、さて、まずご自身から自己紹介ということでお願いできますか。あ、はい、ピッツェリアピエのオーナーの比嘉と申します。沖縄県出身で、18、まあ、高校卒業と同時に東京の方で、料理の修行をして、まあ、僕今35なんですけども、去年の4月に、弘前の方に移住してきて、お店の方を開業という流れでやらせていただいております。はいはい、開業したばかりということですね。はい、そうですね。まずこのピッツェリアピエの、はい、このネーミングなんですけれども、そもそもどういったこう思いでネーミングされたんですか。あ、そうですね、ピッツェリアっていうのはイタリアでピザ屋さんっていう意味なんですけど、ピエノっていうのがイタリア語でいっぱいとか、まあ、ぎっしり詰まったっていう意味なんですけども、まあ、ちょっと店内を笑顔でいっぱいにしたいなど、まあ、お腹いっぱいになってほしいというさまざまな願いを込めてピエノという名前にしました。はい、先ほどこう料理 の、ね、あの仕事修行というかですね、はい、そうされてたという話なんですけれども、ピザというのはどのあたりからこう意識されたんですか。はい、そうですね、あの前職が東京の原宿にありますピッツァケベロスというところで、まあ、6年ほど勤めてそこで修行したんですけども、まあ、そこで食べたチーズのない、チーズ乗ってないピザ食べて、あ、チーズ乗ってないのにこんな美味しいのあるんだと思って、まあ、そこからが始まりでしたね。あの、まあ、青森県でよく一番収穫されているニンニク、青森県産のニンニクを使ってるお店で、そのニンニクと、まあ、トマトソースのみのなんかシンプルなすごい美味しいピッツァだったので、そこで感激してこのピザを焼けるようになりたいって思ったのが始まりですね。はい、ここ弘前で起業するにあたりですね、まあ、やっぱり県産、青森県産のものっていうのはすごく全て美味しいなと感じておりまして、まあ、ぜひ県産の小麦粉を見つけたのでそれを使いたいと思って、まあ、僕のオリジナルになりますが、はい、使わせてもらっております。はい、ここのメニューとしてはこう推しというものは何が。そうですね、やっぱりピッツァのマリナーラというニンニクとトマトソースのシンプルな、はい、ピッツァが一押しでございます。はい、やはり先ほどのそのニンニク、まあ、シンプルなところから、はい、今度は県産ピをプラスしてっていうようなところなんですね。そうですね、いろいろなものもやっぱり使ってるんで、まあ、ピザのみではなく他の料理にも県産のものを使わせてもらっているので、はい、そちらもぜひあのお試しいただきたいなとは思っております。そもそもピザにこう関心を持つっていうのはこの修行していた時に選んだお店がピザだったのか、もともとピザ、あ、好きだなっていうような感じだった。あ、そうですね、まあ、僕沖縄出身っていうこともありまして、うん、ピザってあのよくあるそのアメリカンスタイルな生地の厚いチーズたっぷりのピザしか食べたことなかったんですよね。その宅配のまあドミノピザだったりピザルだったりっていうまあピザしか食べたことなかったんですけど、ちょっとまあ兄の紹介でその前職のお店で食べた時にそこのチーズないピザが美味しいんだって言われて行ったんですよ。でまあチーズないピザ食べたことなかったんで、いや、そんなバカなと思
行って食べたら何これマジうまいってなって、でそこからですね、そこからもうのめり込んで今に至る感じになるんで、はい、いやその修行していた時はいろいろなこう工夫を盗もうみたいなところっていうか、はい、勉強しようっていうような、はい、もう貪欲な感じだった。もう貪欲でしたね、貪欲でしたし、そのそこの店の修行方法がすごい昔ながらの感じで、はい、もう見て盗め見て覚えろだったんで、うん、全然教えてくれなくて、で営業しながら僕ホールで働きながらその師匠がこの焼いてるのを見て、で夜営業外に練習させてもらってたんで、営業外に同じような動きして、あれなんか違うな、あじゃあこうかな、うん、で見て盗ん見て真似して、じゃあこうかな、でもうトライアンドエラーでずっとやってきて、で身についたんで、うん、まあやっぱり自分で考えて身につくってところがやっぱりすごく大事なのかなっていうのは、まあ言葉では言われてないですけど、うん、それはちょっと伝わってきたんで、うん、そこはまあ今では感謝してます、はい、でそこから自分の店を出そうっていうような、うんうん、まあ、この番組チャチャなのでチャンスチャレンジということなんですけど、はい、チャンスチャレンジですね、まさにそのチャンスというのかタイミングがこう巡ってくるという、はいはい、そのあたりっていうのはどの辺がこうチャンスだなというか、はい、きっかけはどこにあった。あそうですね、やっぱりもともと僕料理してたっていうところもあって、まあ、ずっと若い頃から自分の店はやりたいなっていうふうに考えていたんですけど、やっぱピザに出会って、ね、ピッツァやりたいなっていうところで、まあ、青森に移住してくる前から実はその物件探してて、で東京にいる頃もいい物件あったらちょっと行ってみようって言ってすぐ来たりしてたんですけど、ちょっと巡り合わせはそこでは生まれなくてですね、ここの弘前に4月に移住してきた時にやっぱりいろんなところ散歩してたら、あれなんで駅前なのにこんな物件が空いてるんだろうと思って、でまあお電話させてもらって、でまあそこはやっぱりチャンスだってチャレンジっていうところで、まあすごくいいタイミングだったのかなとは思いますけど。移住というと、はい、4月なわけだよね。そうですね、はい、で、12月にオープンということで、はい、結構そこからが急ピッチですね。そうですね、まあちょっと出会ってしまったので、この物件に、まあ、そこはありがたいかったんですけど、うん、一番大変なのは物件に会うことだったので、うん、1年ぐらいかかるかなと思ったんですね、うん、働きながらなんかいろんな業者さんとつながりを持って、うん、で開業に向けて動いていこうかなっていうところだったんですけども、まあ、ちょっと出会ってしまったんで急ピッチで動いて、まあいろんな人の手助けがないとやっぱりこの店はできなかったので、そこは皆さんに感謝してますね、はい、やりたいと思っててもね、あの場所がこうね立地っていうのが一つポイントだもんね。はい、はい、そうですね、ここはやっぱり駅前っていうこともあって、でまあ観光客の皆さんもよく歩いてらっしゃいますし、すごくいいところだなと思ってます。はい、あの急ピッチでオープンを進めて、はい、でまあ、12月開業ということなんですけど、うん、はい、今実は収録をしている段階というのは実は開業してまだ1ヶ月経ってない段階ですね。そうですね、はい、うん、半月ぐらいですね。どうですか、こうイメージ し,、はい、していたところっていうか、うんうんうん、まあ、お忙しい中で今回で時間作っていただいたんですけど、はい、そうですね、なんかありがたいことに皆さんこうやっぱり駅前ということもあって、でまあ、ガラス張りなんで、うん、中のこのピザ窯が見えたりとかでよく見てくださるんですよね、うん、まあ、ずっと気になってたんですよってやっぱおっしゃってくれる方も結構いらっしゃるので、まあ、その方がうちの焼いたピッツァ食べて美味しいって声を聞くとすごく嬉しくなりますね、うん、はい、このピザ窯さすがにラジオなのでまあ見えないですよね。見えないって言えば見えないんですけれども、はい、まあ、やっぱ結構でかい。そうですね、はい、まあ、僕の身長よりは大きいので半径 2.7 メートルぐらいのかな。あ、うん、そうですね、そこはもちろんこだわりということ。あ、こだわりですね、大体のお店さんが多分イタリア産のドーム型の窯を使っていると思うんですけど、うんうん、うちのは国産日本産のもので、うん、な大昔からそのかまど、うん、まあ、五右衛門風呂とか作ってる会社さんが最近から、うん、まあ、15、6年前っておっしゃってた気がするけど、まあそのピザ窯を作るようになって、うん、でそのドーム型のピザ窯に耐熱の材料
囲ってその周りを鉄で覆うっていう風な窯なんですけど、まあ、保温性も高くて、うん、なおかつ火事にもなりにくいっていう安全性の高い窯を使っているので、はい、僕の自慢の窯ですねじゃあもう火力も相当いけると、はい、マックス500度までいくんで、うん、はい、事前にいろいろと調べていったところ、はい、ね、あの沖縄の、うん、まあ、飲み物であったりとか、はい、まあ、地元の、ね、はい、お酒であったりとか、はい、そういうのもこちらでも提供されているということで、あ、そうですね、多分県内で初のオリオンビールの生ビールを入れさせていただいたと思うんですけど本当にビール好きにはたまらないっていうか、ね、はい、まあ、あと泡盛と、はいはい、用意してございますので、うん、でまあ、塩はあのやっぱミネラルが豊富な沖縄県産の塩を使ってますんで、うんうん、そちらも、そうですね、はい、少しこの沖縄の気分をこう味わうことができるということで、はい、一旦ブレイクをしましてですね、さらに、比嘉さんがこう弘前にどうして惹かれたのかということも含めてお話を伺ってまいります、はい、青い森でチャッチャッ、青い森でチャッチャ、今回はピッツェリアピエノのオーナー比嘉大樹さんにお話を伺っております。引き続きよろしくお願いします、はいはい、こちらこそよろしくお願いします。あの弘前に今年の4月、はいはい、まあ、私だんだん黙ってきましたけど4月にこう移ってきてということで、まあ、放送日でいうと去年の4月ですね。そうですね、はい、去年の4月っていうことで、はい、弘前へのこの、うん、来る前と後とのこう違いっていうところは比嘉さんはどんなふうに思ってますか？そうですね、やっぱり来る前のイメージは雪がすごいっていうイメージでしたね。ちょっと、まあ、妻の両親にご挨拶に来た時は1月だったので雪が積もってて、わやっぱ雪すげえな、寒いなっていうイメージで来てたんですけども、まあ、ちょっといろんなところに食べに連れてってもらって、まあ、いろんな食材が美味しかったっていうのが一番でかくってですね、まあ、ちょっと移住してきて、なんていうんですかね、人々の温かさというか、すごいみんな優しいですし、すごいよくしてくれるっていうのと、やっぱりいろんな食材が豊富でそれぞれがすごく美味しい、うん、魚とかも全部フレッシュで新鮮ですし、で野菜とかも沖縄にはあの山菜とかがなかったりするので、まあ、そういうのもすごく魅力的だなと思っております。はい、私25年ほど前に、はい、まあ、観光でね沖縄に行ったりっていうことで、はいはいはい、まあ、もちろんその私の友人も沖縄にこう移り住んでっていう人たちもいるわけですよね、はいはい、まあ、そこで、あ、沖縄いいなっていうことを思ったりという、はい、逆に今度比嘉さんは弘前がいいなって感じるあたり、こう違いってどうなんだろう、ね、そうですね、やっぱないものねだりなんじゃないですかねやっぱ寒いと暑いところ行きたくなりますよね、あ、夏だ、海いいなみたいな、うん、年中夏なんでね、うん、そう、この間親父に話したら今29度で T シャツ短パンだよとか言ってたんでいや暑みたいな、うん、こっちダウン着てるぞっていう話もさせてもらったぐらいなんで、うん、今本当にこう距離っていうものが昔だと本当に交通が、まあ、不便っていうわけではないですけど、ね、沖縄はまあ飛行機でしか行けないっていうところはあるけれども、はい、でも本当に気軽に今ネットで話もできたりとか、うん、コミュニケーションも取れるから、はい、まあ、本当に比嘉さん生まれた時のこの沖縄、東京、また本土とこうつながるっていうことと、今弘前にいて沖縄にいてっていうのをの距離感というのは今の方が短いっていう感じ思います？そうですね、まあ、でも何でしょう、東京とかそういう他府県に行けるっていうのは青森の方が便利ですね、うん、あの沖縄だとどうしても飛行機に乗らないとどこにも行けないので、うん、やっぱり隣の県が近いと、うん、いろんなところ行けるので、いろんな人に会ったりとか、いろんな食材に触れられたりはできるので、それはすごく魅力的なのかなと思います、うん、そして特に先ほどもちらっと出てきましたけど、
奥様との出会いというのが、はい、そうですね、はい、一緒にね、事業の方、お仕事の方も、うん、はい、二人三脚というような感じですね、はい、やっぱりこの出会いっていうものも大きな、こう、あ、青森が一つこう弘前がターゲットだなっていうような、ああそこはやっぱり妻の存在はすごく大きいですね、うん、はい、前の職場で働いている時に、うん、まあ、妻もそのピザが美味しい、マリナラが美味しいって働いていただいてくれたんですけど、まあ、そこでやっぱ僕が教える妻の教える係になって、まあ、それが出会いだったんですが、まあ、やっぱりその共通のものを好きになるっていうのは大きくて、うん、で、まあ、妻と出会ったおかげで弘前も知れたので、はい、妻の存在は大きいと思ってます、はい、その前にも交際してた時も、うん、何度とも弘前は来たりっていうのはしていたんですか。はい、何度か、はい、何度かお邪魔してますお付き合いさせていただいてますのご挨拶をしに来てますね、はい、まあ、その時にもう弘前だけでなく、はい、本当に周辺、はい、ね、町村も含めて、まあ、青森県内、はい、ね、いろんなこう食材と出会いとか、はい、いろいろなことがありっていうような、はい、そこでの魅力を感じてるっていう。ああ、そうですね、やはりいろんなところに連れててもらったので、うん、それはすごく、はい、いろんなところ行きましたね。特にこの辺というか、まあ、弘前は、まあ、青森県内でも、はい、まあ、私は青森市からこうやって、はいはい、まあ、移動してもだいたい車で1時間弱ぐらいなんですけれどもね、うん、弘前は本当にお城があって、そして本当にこうまとまってる街だなっていうような、うん、外見からの印象なんですけれども、はい、比嘉さん自身、まあ、県外から見て、うん、また外から見てっていうことで言えば、どんなこう特徴というか、はい、思ってます。あ、そうですね、青森県って多分みんなが思っているよりもいっぱいいろんなものがあると思ってるんですよね。その、まあ、僕がのちょっと知識的に足りなかっただけかもしれないですけど、弘前城の桜祭りがあったりだとか、雪、ね、冬の時期は灯籠祭りでしたっけ、うん、があったりだとか、はい、秋は紅葉 で、はい、で夏はねぷた祭り、ねぶた祭りがあったりっていうのは、やっぱりすごく四季折々でいろんなことがあるっていうのはすごく大事なことだなっていうのは思いましたね、うん、青森県とやっぱ弘前ならではのっていうのはやっぱり大きいものがいろいろあると思いますね、うん、開店されて、はい、もう今の段階ではもういろいろとつながっている友人の方とか、また口コミでっていうところはあると思うんですけれども、はいはいはい、観光客の方はこう見えたりっていうこともあります、はい、今のところ。そうですね、今のところまだ少ないんですけれども、やっぱホテルが近いっていうのもあって、出張でいらっしゃった方がちょっとずついらっしゃってくれてるんですね、はい、ホテルの方がの紹介でちょっと来たんですよっていう方もいたので、はい、まあ、これからが多分観光客増えてくると思うので、それをちょっと期待しております。ありがたいですね。ありがたいです、はい、いや本当にピザっていうことであれば、本当に外国の方が非常にこう注目されるんじゃないかなっていう、はい、沖縄はやはりこの米軍の基地なので、うんうんうん、ちょっと堅苦しい話にはなりますけど、はい、外国の方って多いじゃないですか。あ、多かったですね、うん、はい、そういうような環境でまたさらにピザっていうものに触れてっていうことであれば、結構外国の方ってこう、あ、青森流のピザっていうかね、はい、そういうのはすごく関心が出るのかなっていう気がします。そうですね、ちょっとそれは本当に食べていただきたいですね。結構青森県産のものを使ったピザも、うん、まあ、ちょっとは置いてるので、それもぜひ試していただきたいなと思ってます、うん、まあ、開業する前やっぱちょっと暖かい時期に、うん、や観光客の外国人の方結構歩いてたので、はい、まあ、ちょっと暖かくなってきたらいっぱいいらっしゃるんだろうなっていうのは考えているので、はい、ぜひお伺いしてほしいですねうちに、はい、商売を始めて、はい、まあ、始めるまでってどう、一番の苦労っていうのは、まあ、物件探しはすごくラッキーだっていうかタイミングだったと思うんですけど、はい、それ以外で、はい、あ、ここ大変だったなっていうようなことっていうのはあります。あ、そうですね、ここ大変だったなっていうのは、うん、店内の設計とデザインは僕たち夫婦でやったんですよ、うん、
僕たちの頭の中にはこういう店をやりたいっていうのがあったので、まあ、僕が設計してデザインはほぼ妻がで、それで2人で頑張って考えて、うん、で、まあ、施工会社の、うん、方に、うん、無理ってこここうしたいんだああしたいんだって言って、うん、本当に逐一すいません急遽これ変更でとか、うん、お願いを無理って聞いてもらったので、そこがやっぱりもう皆さんの協力がないとできなかった店だなと思ってますね、うん、はい。今回インタビューさせてもらっているのは、はい、去年に、うん、弘前でね、うん、地雷屋などを経営されている佐藤さんからの、はい、実は紹介ということで、ね、そうですね、はい、若手の経営者の方との横のつながりっていうのもすごく心強いんじゃないですか、はいはい、わすごい心強いですね。なんでしょう、こうこんなによくしてくれるんですかみたいな感じで、いろいろやっぱり相談乗ってもらえてるんで、この弘前っていう地元のその業者さんだったりとか、あそこいいっすよここいいっすよとか、あそこめちゃくちゃ融通聞いてくれますよとか、そういう情報もその、まあ、佐藤さんを筆頭にいろんな方に紹介していただいているので、はい、すごく助かりました。いや本当に奥様も一つのこう、ね、きっかけっていうことで、はい、この弘前でいろいろな方々が、ね、こう活躍できるっていう、そういう中での一人の比嘉さんに今日はねお話をお伺いしているわけですけれども、はい、これからまあ、オープンしたばかりです、はい、でこれから何年この先ということで、うんうんうん、やっぱりこう店をこんな風にしていきたいなということとか、うんうん、ご自身でこんな風にこう暮らしていきたいなとか、はい、いろいろどうですか、この弘前暮らしということと仕事とプライベートも含めて。そうですね、すごく弘前っていう街は、まあ、暮らしやすいんで、うんうん、この四季折々を感じながら過ごしていけたらすごい楽しそうだなって思うのと、まあ、先ほどもちょっと伝えたんですけど、まあ、ピエノっていっぱいとかぎっしり詰まったとかいう、まあ、名前なんですが、やっぱり県産のものとか使ったりとかっていうのもいっぱいっていう意味でつけてるので、その生産者さんといっぱいつながっていっぱいいろんなものを使って、で、まあ、それを食べてもらってお腹いっぱいになって、でいっぱい笑顔になってもらうっていうのが僕の理想というか思いなので、それはまあ妻と一緒に二人三脚でやっていきたいなと思ってます、はい、最後の質問としてですね、はい、この番組チャンスチャレンジということで、先ほども本当に開店までのこうプロセスというかご苦労も伺っているんですけれども、やはりこの新年だからなっていうことで、まあ、この今年こういうことやってやろうとか、こういうことやってみたいなって思ってる方であったりとか、まあ、仕事によらず何かの活動しようとか始めようという方がいると思うんですよね、はいはい、どうですか比嘉さんから、このチャンスとチャレンジというチャンスチャレンジか、そうですね、やっぱりこう思い描いていることがあるんだったらやってみるべきだと思いますね。動かないと考えてるだけじゃやっぱり何ですかね、夢のままじゃもったいないっていう、夢と理想があるんだったらそれにやっぱりチャレンジしないと叶わないんで、うん、叶ったらまた別の目標ができるんで、それを目標にいろいろやっていくのがチャレンジだと思ってるんで、うん、やらないよりはやって後悔した方がいいと僕は思いますね。思ったらすぐ行動に移すのが一番、うん、まあ、人生も豊かになると思いますし、まあ、何より楽しいですよね、うん、自分が思ってることをやってるんで、うんうん、やりたいことに出会えるってことがやっぱ大きいですね。そうですね、それは幸せなことだなと思いますね、うん、やりたいことを仕事にできてるっていうのは、うん、はい、そうですね、ピザとの出会い、はい、そして奥様との出会いという、はい、いろいろな場面場面での、はい、また弘前でも若手の経営者の方、先ほど佐藤さんの名前挙げましたけど、はい、いろんな方々との出会いっていうのも非常にタイミングですよね、はい、あ、そうですね、いいタイミングだったと思います。でもなんかやっぱりそういうふうに動いてる人はそういうふうに動いてる方と出会うのかなっていうのは正直ありますね。紹介してもくれますし、やっぱりやってる人、頑張ってる人を見ると、うん、みんな助けようとしてくれる、うん、まあ、弘前の人のそういうあれなのかもしれないですけど、うん、すごいいい人たちばかりなので、うんうん、やっぱり頑張ってる人にはみんな手を差し伸べてくれるんで、うんうん、はい、はい、
本当の本当の最後ということで、はい、PR の時間を差し上げますので、はい、ぜひお店の、はい、PR をお願いできますか。はい、ありがとうございます。ピッツェリアピエノというお店はですね、青森県産の小麦粉、雪力という小麦粉を使っております。はい、まあ、それを小麦粉だけでなくですね、青森県産のものを、いっぱい使って料理してるし、あとは青森県産のシードルだとか、うん、日本酒、ワインもいっぱい置いてるんで、ぜひ試しに来ていただければと思います。もちろん沖縄県産のものもちょっとですが置いてるので、はい、そちらも楽しみに来ていただければと思います。はいはい、営業時間としてはランチもやってる形ですか。そうですね、はい、水曜日が定休日なんですけれども、はい、平日土日含め、11時30分オープンの15時、はい、お昼の3時までですね。はい、で夜の時間が18時から、22時までということでやらせていただいているので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。ですね、お昼まず行ってみて、そして夜仲間ともっとね、はい、盛り上がりたいという方、そうですね、はい、そういう方々もぜひ、はい、ぜひチェックをしてよろしくお願いします。はい、雪降りてね、歩いてもう数分ぐらいですもんね。そうですね、5分もかからないんじゃないかなっていう場所にあるので、うん、はい、はい、ということで、これからのね、はい、お店の繁栄という、ありがとうございます、はい、応援をしてまいりたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ピッツェリアピエのオーナーの比嘉大樹さんに今回はお話をお伺いしました。改めて、応援しております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。青い森でチャッチャ、パーソナリティは小笠原秀樹でした。それではまた次回もご一緒しましょう。青い森でチャッチャッ。